まったく、とんでもない脚本が上がってきたわね。説明ゼリフがゴリゴリ削られて、役者の演技に全投げのとんでもないキラーパス脚本じゃない？うんうん、これならさや姫の解釈は私と合ってる。それどころか新しい一面も発見できる脚本で、元物足りないと思ってたくらいだからな。私はこっちの方が得意。ゴアさんの脚本の癖出てるな。ラライのみんなも新しい脚本にノリノリだけど、アクアにとっちゃこんなの朝飯前なんだろうけど。いや、どうだろうな。よし、始めるぞ。の奴らを憎んで何が悪いの？あいつらは私の親や兄弟を殺したのに。陶器さや姫、ストップ。本気で絶望する陶器、陶器はどういう感情を抱く？喜びと希望でしょうね。もっと感情を引き出せ。よいしょ。まあまあ、アクア君は舞台初挑戦だし、バランスわかっちゃう。甘やかしちゃダメ。アクア、あんた感情演技したことないで。アクアは普段から感情を表に出さない。だから演技にも感情が出て。分かったようなこと言うんだね。そりゃそうよ。この中でアクアと一番付き合い長いの私だし、彼女とは話が違うのよ。